鳥持チカビ目は、鳥持チカビアモンに属する菌類の一群である。微小動物や菌類に寄生、または捕食的に捉らえて吸収する菌類が含まれている。かつては、接合菌門接合菌鉱に所属させた。鳥持チカビ目には、元来は、鳥持チカビのような線虫捕食菌や、その多少動物の捕食菌、ゼンマイカビのようなアメーバなど小動物の内部、 寄生菌を含めていた。鳥持ちカビは細い多角体の菌糸からなる菌糸体を作るもので菌糸に線虫が触れるとそこから菌糸が侵入し中身を吸収する。菌糸状に単独でかあるいは柄の先端に呪術なぎでかに分生糸をつける。ゼンマイカビはアメーバの体内にごく限定的な菌糸体を作る。菌糸体はほとんど分子せずに渦巻き状に巻いて 成長する。全イカビの名はこれに由来する。無性生殖は分節胞子で宿主の体から菌糸を伸ばし、その先端に胞子の樹図をつける。この胞子が宿主表面に付着すると、そこから内部に菌糸が侵入して規制が行われる。接合胞子も宿主から外に突き出すようにして形成される。それぞれに類似の属がいくつかあり。 無性生殖が行われる場合は、分節胞子のほかに、単独の胞子を、菌子から、側性的につけるものもある。有性生殖は、菌子体の接合によって接合胞子脳が作られる。接合胞子の形成に先立って、菌子は、やや太くなり、少し平行して伸びた後にその先端で接合する。接合胞子脳は透明な、厚い壁があり、その表面には、凹凸がある。 接合法指納が形成されるために、この類は、接合菌類とみなされ、毛カビ目とは異なるので当初は、生えカビ目に含めたが、後に独自の目であると認められた。当初は、鳥持ちカビかのみを認めたが、ドレクスラーが1973年に、鳥持ちカビかから内部寄生性のものを、全米カビ科として独立させた。その後、 長らく、ケカビメに含められた、ヘリコキファルムカやエダカビカがクライッセルにより1969年に移された。その後、シグモイディオミケスカがこの目に移された。これらは、その無症生殖器官の構造やその大きさから、ケカビメと考えられてきたが、他のケカビメの寄生性のものが細胞壁の接触だけで、寄生を行うのに対して、 これらが相手の細胞内に吸気を侵入させることから、このような移動が行われたものである。後には分子電学的なデータからも一応指示されている。また、ゾウローゲスは、線虫などを捕食する糸条筋として名の知られたもので、長らく弁毛菌類と考えられてきたが、これも鳥も近び目のものと考えられるようになった。ただし、これには疑問を持つ向きもある。なお 鳥持ちカビやゼンマイカビの胞子は、それが、接合菌であることから、胞子脳由来のものではないかと考えられたこともあり、分節胞子脳と言われる場合もある。しかし、電子顕微鏡像からもその証拠は見出せない。胞子を単独に形成するものも含めて、これを、新生の分生子であると見なす説もある。他方で、新たに追加されたもののうち、 枝首かのものは明らかに分節法指納であり、ここに他の群との若干の乖離がある。接合法指納については、ヘリコキファルム科とシグモイディを見消すかでは未知である。枝首かのものは、配偶指納が平行に伸びる点では共通するが、接合法指納が褐色に色づき、表面に毛状の隆起がある点では、かなり異なっている。この群は一度は、 それぞれ別個の位置に分類されながら、その後に判明した分類上重要な特徴の類似によって集められた群ではあるが、系統的には異なったものが含まれる可能性も指摘されている。生育環境としては、むしろ宿主の生育する環境と考えた方が良いようである。多くのものが土壌で見出される。ゾウロウヘスは、比較的水中に見出されることが多く、 卵菌類とも考えられてきた。鳥持ちカビ科やゼンマイカビ科は土壌から見出されることが多い。動物の糞から発見されることもある。毛カビメから来た群は土壌とともに糞から見出されることが多い。ヘリコケファルム科のものは糞や動物遺体周辺に群生することがある。培養はいずれも難しい。純粋培養は枝カビ科とヘリコケファルム科のいくつかについて行われた。 ことがある。枝カビ科のものについてはむしろ宿主菌類とのに陰媒用が行われるのが普通で、この方法ではよく生育する。なお、枝カビ科のものは比較的よく観察されるのに対し、それ以外のものは見る機会がごく少ない。そのうち、ヘリコケファルム科のものは出現すればよく目立ち、野外でも見分けがつく程度なので、実際に稀にしか存在しないと思われる。しかし、 鳥持ちカビ化やゼンマイカビ化に関しては、少なくとも、その一部はむしろ普通に存在するのではないかとも、言われる。実際に観察される機会が、ごく少ないのは、小動物と共にしか出現しないので、希釈平板法のような分離法では、絶対に出現しないこと、菌視体が繊細で小さいため目立たないこと、生育が素早いが一時的であるために見逃されがちな、ためと考えられている。 また、同様に線虫やワムシを捕らえるカビには、分生子形成菌に属するものもあり、こちらの方が、はるかに普通に見られる。これは、この手の菌の場合、動物の捕獲は必須ではなく、不正菌としても生育が可能なことによる面が大きい。線虫に関わる菌については、GL バロンが研究を行っており、その中でこの類についても研究を行っている。 彼はまず船中を培養し、そこに野外からの土壌などの飼料を摂取するという特殊な釣り絵法によって、これらを研究し、同様な方法をワムシを用いて行うことも、試みている。かつては、接合金門、接合金行に含めた。だが分子系統の発展などから、金類の分類体系の見直しが行われた結果、接合金門は解体の浮き目を見ることになった。 この類については、門の所属を定めないままに、独立のアモンとしている。現在この目に含まれているのは、以下のようなものである。なお、かつて取り込みケース目に含めたアメビディウムに寄生する、バシディオルムベシディオラムがこの目に属するとの可能性が、示唆されている。ホワイト、ありがとうございます。